2024年2月、三菱はクロスオーバー MPV のエクスパンダーとエクスパンダークロスに新たなハイブリッド EV、HEV モデルを世界に向けて初披露しました。この新型車は同時にタイバン国での市場投入も開始されましたが、この車両について、そして将来的に日本での販売が見込まれるかどうかが注目されています。 私はタイでエクスパンダー HEV に試乗する機会を得ました。日本ではまだあまり知られていないエクスパンダーですが、どのような車種なのか、そして将来的に日本での販売が期待できるのかどうか、非常に興味深いです。エクスパンダーは2017年にインドネシアで発表され、 2019年には、その上位モデルであるエクスパンダークロスが追加されました。この車は、東南アジア、中南米、中近東市場を中心に累計13万台以上を売り上げる三菱の成功策です。カテゴリーとしては、3列シートを備えるスモール MPV、マルチパーパスビークルに分類されます。 インドネシアでは2010年代に MPV 市場が急成長し、三菱もこのセグメントに参入しました。タイでは最近 EV を含む電動化の流れが加速しており、三菱はエクスパンダーに HEV モデルを投入することを決定し、2024年2月に発売を開始しました。 このハイブリッドのスモール MPV はタイ市場において他のメーカーを含めても初の試みですエクスパンダー HEV イ仕用のボディサイズは全長 4595mm 全幅 1750mm 全高 1750mm ホイールベースが 2775mm ですパワーユニットは 新開発された直列4気筒 1.6L の 4K92 エンジンでエンジンの最高出力は7 0ットモーターの最高出力は8 5ット最大トルクはそれぞれ 255nm と 134nm です技術的に見ると三菱は I MIEV やアウトランダーフェーブで 培った電動化技術をこの車にもフル活用しています。市場に際して、私はレムチャパン工場で、エクスパンダー HEV 用の電池パックの組み立て作業も見ることができました。電池容量は性能とコストのバランスを考慮し1 1 k w ーに設定されています。タイの三菱関係者によると、 エクスパンダー HEV で使われているリチウムイオン二次電池のセルや基本システムは、日本での全世代のアウトランダーフェイと高い共通性を持っているとのことです。タイでは現在も新車としてアウトランダーフェイが導入されていますが、それはまだ全世代のモデルがラインナップされている状態です。エクスパンダー HEV に試乗してみた体験を共有します。 今回の市場には、比較のためにガソリンモデルのエクスパンダーも用意されていました。市場コースは、高速道路を想定した最高速度 100km の周回路、世界各地の道路を模した評価路、スラローム走行やウェット路面でのテストが含まれていました。走行中、エクスパンダー HEV とガソリンモデルとを比較して、 特に NVH、騒音、振動、衝撃の改善が顕著であることが感じられました。エクスパンダー HEV は電池パックを全席下に配置し、車両の中央を左右に大きく補強しています。これにより、バネレート、ショックアブソーバー、ブッシュをエクスパンダー HEV 専用に設計しています。その結果、 操縦安定性やハンドリングにおいても明確な差が生まれました。操縦量は電動パワーユニットにより約 60kg 増加していますが、重心が低くなったためフロントヘビーな感じはそれほど強くありません。特に興味深かったのは、ランサーエボルーションで培われた AYC アクティブ用コントロールの効果が 周回路での時速60から 70km での旋回時に明確に感じられたことです。また、三菱特有の様々な路面や、走行状況に最適なドライブモードを選択できる点も魅力の一つです。エクスパンダー HEV は FF-2WD で合計7つのモードが設定されています。これには EV モード、 チャージモード。そしてノーマル、ターマック、ウェット、マット、グラベルのテレインモードが含まれています。タイではスコールによる道路の冠水が珍しくないため、ウェットモードの実用性が高く 2WD でもぬかるみからの脱出が容易なマットモードは、ユーザーにとって非常に頼りになります。今回の試乗で、 放水車によって作られたウェット路面を体験し、ウェットモードによるハンドリングの安定感を実感することができました。三菱は、これらの電動化技術や車両運動制御技術を E-Motion、E-Motion、e、という名称でタイで積極的にプロモーションしています。しかし、日本でのエクスパンダー HEV の導入については、 その可能性はあまり高くないと見られます。7つのモードなどの魅力的な機能があるにもかかわらず、日本の市場ではこのサイズの車はミニバンが主流であり、スモール MPV が受け入れられるかは不透明です。その一方で、エクスパンダー HEV よりも、一回り大きなパジェロスポーツについては、 日本市場での導入可能性が高いと感じられます。現行のパジェロスポーツは新型トライトンと共通の設計を採用しており、日本で人気があるトライトンを元にした次世代パジェロスポーツは、日本でも受け入れられる可能性があります。三菱はタイや東南アジアでトップブランドとして、多くの新型モデルを開発しており、 これらの車両から日本市場に適したモデルを見出す可能性があります。